が結構そんなに強くなくて、実はそのこうやってすかさカラージャンプでなんかこうやってスカっちゃったりとか、これ飛んだ時に出しちゃったらこうやってスカったりとか、これ前にある手があるしたらこうやって詰まっていくよね、こうやってどんだけ速くですよ、こうやってこれあのこれよくやられない？あ、やられますそれ。いいね、いいね、コンボが上手くなったね。ありがとうございます。うん、ありがとうございます。よしよし、ってくれたから楽しいこのゲーム、おかしくなっちゃう。おはようございます。おはようございます。ちょっと、今ある高橋と今、はいはい、はい、今の、はい、自分での課題は、うん、やっぱり嫌い、はいはいはい、それちょっと意識して、あとは、はいはい、モダンルークですね。モダンルークね、まあ一応そうだね、ちょっと難しめの対策とかもあるから、それをやってみてもいいかもね。あとそのルークに対して、はい、やっぱり遠くから飛ぶと絶対にライジングアッパーで押されちゃうから、あのモダンのルークって、はい、モダンってそのまあフルル自身もやってるからわかると思うけど、あの、はい、めくりをすごい落としづらいのね。あ、そうですね、ちょっとどうかな、あ、そうですね、なんかスカっちゃう、ね、真上付近の飛びって、うん、真上付近だと、そう、あれがいい、ね、そうそう、ルークもそうで、まあジュリほどじゃないんやけど、あの、はい、ジャンプ中を使って相手の頭ら辺に飛ぶっていうか、近めで飛ぶと結構相手も落としづらい、はい、感じ、あー、そう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 、そうなんだよね。だ、結構それが良くて、だからその距離までは頑張ってちょっと歩いたりパリとかして近づいて、なるほど、飛ぶとしたら近めに飛ぶみたいな。あとはその立ち強を使って中間距離はリーチ長い技で、まあ、とりあえずこれ、はい、これが届く前まで近づかないとちょっときついから、まああとなんかそのね、相手ってその飛び道具打ってくるやん、なんかあれをなんかね、あの技って、はい、実際そのダメージほとんど与えれないよね、相手からすると。実はなんかすごい うざいやん、使われると。うわ、そうですね、確かにうざいわと思ってジャンプしちゃうやん、はい、でそれがなんか良くなくて、別にそのあんまり気に、実は気にしなくてよくて。あー、なるほど、急ぎすぎなのかもしれない。うん、そうなんよね。なんかとりあえずパリできればとりあえずまあ被害ないし、ガードしてもダメージ食らうわけじゃないから、はい、こうじっくり、そうガードしながらそのジュリの前まで、立ち強が届く前まで詰めるっていうのが大事で。なるほど。そう、なんかその嫌がらせに屈してジャンプしちゃうっていうのがなんか一番相手からするとなんか嬉しくて。うん、なるほど。じゃあめっちゃありました。うん、あんまあれだなってなって。そうなの、そうなの、なんかそのイライラさせる技みたいな感じなの、飛び道具って。実はなんかダメージ与えるわけじゃなくて、はい、相手にこうストレスを与えるみたいな技なの。なるほど、なるほど。全部の飛び道具実はそうで、波動拳もそうやし。あ、確かに、あったかくなっちゃった。そうそうそう、温めるための技、相手を。はい、シューティングゲームじゃねえんだぞと。そうそう、走ってて死にます。そう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 、そういう感じの技なの。吸い込まれてたプルル。うん、だから波動拳をなるべく、うんと、無視というか無効化して、はい、で近距離まで行ったら結構飛んでもよくて、相手も対空しづらいから、そうだったら結構飛んでもよくて、はい、で その距離に来るまではとりあえずちょっとあんまり遠距離から飛ぶのがあんまり強くなくて、このゲーム。あー、そうですね、うん、落とされて、まあジュリはまあ疾空戦があるからまだマシではあるんやけど、まああんま強くなくて、だからできるだけこう、はい、パリーしながら、まあちょっとその時間を使うイメージをしなきゃいけない組み合わせではあるね、その飛び道具キャラ相手っていうのは。なるほど。なんかできたらガンガン攻めたいと思うねんけど、はい、ちょっと我慢しつつ間合いを詰めていくみたいなイメージはあった方がいいね。なるほど、わかりました、うん、ゆっくりと時間をかけて。そうだね、で一気に攻める瞬間が来たら一気に攻めるみたいな、まあ、ちょっと難しいんやけど、そういうのができるとかなり勝率上がるね。わかりました。うん、うん、まあ、どこで飛ぶかって話なんだけど、だ飛ぶとしたらやっぱこの辺まで来て、はい、でここまで来るとそのルークはもうサンドブラストをすごい打ちづらくなるよね、この辺まで来ちゃうと。あー、ま、なるほどなるほど、うん、そうそう、こうやってかあのリスクが、だここやと結構あんまりサンドブラスト打つと、例えばここからやったら結構ノーリスクに飛んでもこうわざ届かないから、
ルークからしたら打ち得なわけね。あ、なるほどなるほど、うん、飛ばれてもいいみたいな。だから飛んでなかったらその前と三角で対空やってみるくらいで、前と三角、あ、そう、それなんだけど、これが出るから、だからこんな感じで落とせるんやけど、これなんか結構そんなに強くなくて、実はそのこうやってすかさ、カラージャンプでなんかこうやってスカっちゃったりとか、これ飛んだ時に出しちゃったらこうやってスカったりとか、あ、ジュリと違って、ジュリってこうやって横にすごい伸びるんやけど、はい、ルークはなんかあんまり横に伸びないからこうやってスカるんだ。確かに縦だ。そうそうそう、だからこういうのにも出しづらい。多分これ出しちゃったら当たんないし、意外とそのルーク側もなんか本当だ、結構ちゃんと距離合わせてないと、ここやったら落ちる、ここは絶対落ちるんやけど、この距離飛ばれたら、これより近くに行くか離れてこうやって飛んだら落ちない。はぁ、うん、この特性をすごい理解することが大事って。なるほど、ここは落ちるって感じ、ここ、うん、そうだ、ここは落ちるみたいな。なるほどなるほど、前だ、前のここだ、そう、前、まあ前に近づいてから飛ぶのが大事で、だから近づくまでにサンドブラストが来るから、これをこうやってガードして、この辺までこうやって、ちなみにね、三角ずっと連打してみてくれない？これ前に歩いてガードしたらこうやって詰まっていくよね、こうやって、どんだけ速く連打しても、こうやって、これだから絶対にどんだけ連打しようがちゃんと前に歩きながらこうやって防ぎながら、こうやって例えばこうやっていったら絶対にここまで来れる。あ、ほんとだ、うん、距離は絶対変わらない、あの変わるから、だからここまで来たらこうやって飛んでみたいな。うん、そういうのが大事だね、と理解するのが。これはあのルークの飛び道具だけじゃなくて、全キャラそう。例えば波動拳とかいくら連打してても、結局歩いてガード、はい、歩いてガードってやっていったら絶対に距離が縮まっていく。なるほど、前、アイカードしながら前に進んでいく。そうだね、隙間に歩くみたいな感じ。これが当たらないところまで、そうだ、当たりづらい距離まで行くと、結構そのモダンの対空はこれでこういう飛び味と透かせるみたいな。あの、これよくやられない？あ、やられます、それこれ、まあ、これが強いんだけど、まあ、これのちょっと基本的な知識として、はい、まずこの弱中強からこのこうやってサンドブラストにつなげるパターン、飛び道具につなげるパターンは、はい、弱中強ガードした後にインパクトすると返せる。これがまず確定がまず基本的な知識。でもルーク側が OD にすると返せなくなる。ここでやってみてください。これ間に合っちゃう。ああ、間に合った。これがまあルーク側のまあ読み合い。なるほど。でも多分ジュリだったら、弱中強ガードした後に OD 転戦輪打てば多分ほとんど全ての行動に勝てると思う。ちょっとやってみてくれ。弱、はい、これやった後にむずいね。あ、そう、弱中強パン3発ガードした後に3発遅いね。そう、これあ、違う、これが飛び道具に対しての無敵だから、まあ、どっちにも勝てるし、これ止めても勝てるし、多分ナックルにも多分リーチ長いからこれにも勝てる。一応これが、まあ、あのほとんど全ての行動に勝てる、まあ、一応これこういうのとかあるから返せないこともあるんだけど、まあほぼほぼ返せるっていう。一応返せないのはここからインパクトと、これも返せるしね、インパクトとこのドライブラッシュでキャンセルして突きを消すっていう、この2種類だけ。まあそれ以外には勝てる、うん、って感じだから、一応これガードしたら、まあ、できたら強い。まああとあれかな、 SS3 も確定かな、ガードした後に。これが多分何やっても入ると。ああ、なるほど、うん、まあとりあえずその辺なのかな。まあ基本的な、はい、基礎を知れました。基礎はそうなのかなとか、はい、あとこの貯めたらこれがルーク有利になるとか。ああ。これ普段はこれガードしたら隙あるんだけど、これガードしたら多分、はい、なんぼだ、マイナー4だから弱攻撃、しゃがみ弱やると反撃できるんだけど、しゃがみ弱か、おしゃがみ、うん、そう、これでしゃがみ弱から前三角確定なんやけど、それも入るし、そう、これが確定なんやけど、やっぱ貯めると
隙がなくなるのよ、はい、これはためなしだから弱いけるんやけど、はい、こっちにするとあー本当だ、相手が有利になって逆に攻められちゃうみたいな。わー、だこれためてるとこ見えたら、まあ、インパクトを打つっていうのは一応対策、あインパクトわーなんだけど、レベル3相手が持ってるとこうやって返されちゃう。だからレベル3ないときはインパクト、そうレベル3ないときはインパクト安定ないけど、レベル3あるときはジャストパリーを狙うとかジャンプして避けるとか、はい、垂直ジャンプして台をやるとかっていうのが、まあ、対策になるっていう難しい。だこれは、まあ、ルークの強いところね。であとちょっとコメントにもあんねんけど、はい、まあ、これパンチ3ブラストパンチ3ブラストで連続でやる連携、はい、これはルーク側がこの大パンチがめり込んでたらルーク不利なんだけど、先端だとこの大スタンドブラストでルークが有利になるっていう組み合わせ、連携なんやけど、まあ基本的にこの、はい、この後に二次振りの技を出してるから、普通にあの、はい、まあ、銃やったら立ち弱とかを押すと、まあ、大抵の技に勝てる。ガードした後に、そう。まあ、有利っても、所詮、プラス1とかやから、全然あの、次のこの10振りの技は出るまでに勝てばいいから、普通に中攻撃とか弱攻撃とかで、まあ、割り込む。まあ、結構ボタンを、まあ、普通に押していいって感じ、基本的に。下中とかもいいかな、下中、うん、とかそうだね、普通に割り込めるって感じ。ちょっとモダンルークとやってみる、あのあれやってみたい。じゃあモダンルーク使いをちょっと募集してみようか。山のようにそう、山のようにだろうね。モダンルークはもう1匹いたらもう100匹ぐらいいるから。じゃあ、お、おいしいね。いいよ。よし。お、オッケー。オッケー。オッケー。あ、でも今止まってたから危なかったんだ。いや、今のはまあオッケーなんだけど、あの OD で飛びとく打ちたら負けたね。はい、ま、負けたっていうか返せる。なるほど。あ、なるほど。今のレベル3か OD 転戦に打てるとまあよかったね。いいね。いいね。コンボが上手くなったね。ありがとうございます。うん。いや、コンボがだいぶ高くなったね。いい歩き。SS3 になっていこうか。あ、OK、そうそうそう。今みたいにちゃんと歩いて詰めて対応するっていうのは大事だね。なるほど、わかりました。かなりいい感じだね。はい、うん、楽しいこのゲーム、うん、おかしくなっちゃう。中に学べることを入れるとマジ楽しいです。そうね。